蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！腕に覚えの者あらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、家の足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、ただし対馬を守れ。かかれ。死に変えても前進せねばなるまいぞ。御下人を志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け！
子供の新手だ。切り捨てされた道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。
かにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほど目に。お目を出せ。少しならあるから持って行って。何者だ？言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。どうする？こっち待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の知らない。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か？地頭の甥の。
して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。おう、よしてくれ。きつくね。今はこらえて行くよ。待って。キを漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには
何よりもまずその心を沈めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば痣をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその痣をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。守りの構えから素早く動ける。よし、よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。ついた後の隙を見逃すな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。うまく避けた。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。よい切り返しだ。雑な攻撃は防がれるぞ。雑な攻撃は防がれるぞ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劣を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。早すぎる。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は
規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。なんだ。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。あっちベリーフィーバー。くっしゃっ。う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 っ。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。
こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。影、世を守る闇。人は城の中だね。壁は高くて越える。あれないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。殿を返してもらうぞ。よむひげ侍。そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。Stay! Keep it in vengeance!
これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。陣さあどうする、酒井陣。Ah!
しても。父、ジェン、手を貸さんか。お前は死ぬのが修行のためだ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも無事か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。
Thank you.